はい、グアテマラ旅行のパート2です。グアテマラの第2の都市シェラに着いたところから始まります。いらっしゃいます。到着。バイバイ。はい、グッドラック。タカハウス、エントランデー、これベル。あ、こんにちは、加藤です。はい、失礼します。おはようございます。お客さんが書いたんですか、これ。あ、素敵。あ、なんかアーティストが、こういうのすごい上手な人が昔いっぱい来てたから。もう長いんですか、ここ。もう20年くらい。あ、すごい長いですね。これもうちの生徒だったんですよ。あ、先生だったんですか。私はね、うちの学校っていうか、まあ、今も学校中をやってるんで。あ、はい、学校やってらっしゃるんですか。うん、これ2人で掘ってて出来上がっちゃって、長崎で結婚して子供を作って、うちで結構知ってたの多いんですよ。あ、本当ですか。先生と結婚したのもいるし。あ、本当ですか。僕にも紹介してください、誰か。ガテマラ人と結婚するの難しいでしょ。あ、本当ですか。僕ね、メキシコ人、今メキシコにちょっとまだ1ヶ月なんですけど住んでて、メキシコ人がいいなと思うんですけどね。難しいですか。どっちがいいかは分かりませんけど、ただ外国の人とやっぱ結婚するっていうのは大変ですか。大変、いろんなね問題があって大変です。あ、猫いるんですね。この何年くらい前、こいつ野良だったから。あ、そうですか。野生が残って。なるほど、なるほど。何も食べてないでしょ、朝から5時に起きてきたら。なんかね、ホテルでサンドイッチ1個くれました。なんか食べに行きますか。なんか行きたいですね。ちょっともう、まあ、30分後ぐらいでいいです。大福。やっぱり今オフシーズンっていうか、コロナでお客さん少ない。そうそうそう、全然一人帰ってくる予定が帰ってこないのと、この間まで、なんとか YouTube やってる男の子2人。タビオロジーの。はい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 。回して。すごいですね、やり方が。あ、そうやるんですね。本当は自動なんですけどね。これで、もう音がしてるんで、しばらく2秒か3秒ぐらい置いて、あとはお湯出してください。もうすぐ熱湯出ますから。ああ、そうですか。ちょっと試してみてください。あ、もう温かくなってきた。はい、いい天気ですね。ここが夜10時ぐらいまで開いてます。雑貨屋さん。あ、雑貨屋さん。何でも売ってます。水とか。へえ。生水は絶対飲まないでください。わかりました。沸かして飲むか。なお、グアテ飯の様子はもう一個のチャンネルでお送りしますので、バンコク食べ歩きの方でお伝えします。こんなやつ食べ物美味しい。いただきます。あ、もちもちしてる。果物なんかみかんとリンゴみたいな両方売ってるから、暑いところの食べ物と、あ、なるほどね、高知の冷たいところの食べ物と。リンゴはあって冷たく、涼しくないとできないですね。そうそう、それも一緒に出てるし、バナナも、あ、じゃあ幅広いですね。幅広い、すごい幅広い。季節の食べ物が入るんで、すごい豊富です。あ、すごい、ショットガン本物ですよ。本物。はい、あの入ってます。普通にショットガン持ってました。あ、見え、うん、あ、強いんだっていう。うちは金持ってんだぞって、こういうの見てる。あ、家の人が、うん、ステータス。家っていうか、なんか店やってんの。あ、ステータス見えない。じゃあ、滅多なことで打たないですね。逃げますね。あ、逃げるんだ。その辺の人さ、はっきり言ってさ、本当やる人もなんかみんな全部ピストル持ってる。あ、じゃあそっちの方がこう強いみたいな。うん、ここは学校の内戦が終わったのが20年か30年ぐらい前なんで、その時の武器全部手榴弾まで全部地下に沈んでるから、こんな金で殺されてきたらまずかったら逃げます。なるほどなるほど。割に合わない。割に合わない。10年ぐらいに銀行強盗があったんですよね。はい、すぐすぐそこで。ああ、その時にね、はい、隣のハンバーガー屋から入り込んで、はい、壁にでかい穴開けて、はい、これだけ穴開けるのに、はい、音もしないし、はい、
警報も鳴らないよって聞いたら、うん、音もしたし、はい、警報も鳴って、もう気づいてたと、うん、警備員も来たけど、うん、はい、異常なしで帰ってたと。ああもう怖いから全部グル。あグ、あグルなんだ、うん、あそういうことね。警察もグル。警察もグル。あじゃあそれで分け前を分け、後で分けるんですよ。警備員も、はい、消防も、はい、強盗も、はい、全部グル。預けてる金、預けてた金持ちだけだから。うん、なるほどね。グル。面白いですね。そういうことがあるんですね。まあ当たり前だ。この、あの公営の郵便局ってあるんですけど、はい、もう10年以上動いてない。動いてない。動いてない。気もしてない。なんでですか？見捨てられたから。はい？見捨てられたから。どっかの国と。はい。援助してもらってやったんだけど、はい、あまりにいい加減だから、はい、そこ国が見捨てて、はい、どこも引き受けない。窓口は開いてんだけど、はい、これ日本まで出したいんだけど、はい、行かないよって。行かないよってそれがもう10年働かないよって。いくつか分かんないよとか。不思議な国ですね。国が動かない。何か大きな改革をしないと。しないしない変わらないですね、ずっと。もしくはね、どっかの国が莫大に援助しないと。元取れないと分かる。ということで、古着市場に到着しました。これなんていうエリアですか？ここはミネルバ。ミネルバです、ミネルバ。ここで古着をディグろうと思います。ここが一番安い市場です。一番安い。なるほど、ここが一番安いですね。ですね。ああ確かにね。嫌ですよね。掘り出し物がありそうですね。ありますよ。よく探すと。プロのバイヤーが来る街。だってこれ売ってる人はあんまり価値が分かってないですよね。ブランド品もいっぱいありますよ。はい。でも引き合わないくらいのところは安いんですよ。まあなるほどね。ちょっと上に下がってもうん、綺麗っていうか。なるほどね。なるほどね。この奥に埋まってるんですね、ブランドもんが。教えてやって、2人で行って、うん、おばちゃんに、下がってるやつで、はい、いいやつを探せと、はい、見つけといて、はい、で、1人がおばちゃんに喋りかけて、はい、目をそらした瞬間に、それを一山いくらで落とせと。あ、そういうことね、うん、あ、ちょっと値段が違うんですね。違う違う、上のあれブランド品分かんなくても、綺麗で質がいいとか、いろいろ高いんですよ。で自分たちもどれを上に上げたかも覚えてないから。なるほど。カリカリから落とせるか。
すごいっすな。女の子ついたら、女の子、その女の子弱くて、女の子二人で行かなくたって、私はそれを一人でやってるって言ってます。やってるんだ。強い子だ。これほとんどメヒコからの密輸品とかも多くて、ここに来るから。子供が多いですね。あ、そうですか。もっと多かったですか。昔はね、夜中行けば行くほどさ、暗くなって。子作り。子作りしちゃって。マーケット出たんですけど、綺麗ででかめの古着屋が最後あるみたいなんで、そこに行ってみようと思います。道の工事がすごくて、すごいですね。一番イケてるらしい古着屋、最大の古着屋に来ました。その名もメガパカ。ここで古着をリーグします。行ってみましょう。ほら、シューゴボス。ちょっと待って、100あの色によってそこに色がついてるでしょ。はい1週間ごとに売れないと値段が下がってくる。元大統領の元奥さんのやつ、あ、このチェーン店なんですか。すごい幅があるよね。そういう人が儲けるんですよね。こちらね、大統領候補になったんですよ。それともう一人の女が、ガテマラ内戦の、ヤクルト選挙の時に、ヤクルトが結局それで中国でなったのがジミー・モラルです。政治経験が全くゼロのコメディアンが大統領になっちゃった。サイズはでかいのがあるんですけど、20ケツある。やば、開始5分で 2個買いました。ちょっとこれじっくり見てると買いすぎちゃうんで。すごい破格。トレーナーとサウスポールのジャケットを2つで28ケツある。28ケツあるってどんだけ安いの。衝撃、本物ですよこれは。ちょっとあんまりみんなが知っちゃうとみんなここ来ちゃうから。秘密でお願いします。一回休憩しに戻ります。ちょっと余るの安さにびっくりしすぎて、冷静になった方がいいと思って一回ホテルに帰って休憩してました。そして冷静さを取り戻したので、もう一回一人で今度は歩いてメガパカまで行ってみようかなって感じですね。何事もなくつけばいいですけど。ほら、ほんと、え、何、ああ、おい、おい、TikTok やねん。 I don't do TikTok、 YouTube、 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 うん、ビデオ。はい、どうも。オーケー、グラシアス。すごいことになってます。すごいことになってます。すごいことになってます。すごい、すごいことになってます。古着の体験、こういうねとこいっぱいあるんですよ。よしよし、バイバイ。よしよし、よしよし、よしよし。この道端にもね、超古着屋、とんでもない古着屋が
いっぱいありますね。ここもなんかもう山盛りになってるし、古着山盛り、すごいな。かわいいし、普通にオールドネイビー、ナイキ、マイチョイス、すげえ。 Very good. How much? ラクエンタ、あ、金銭、ケツァル、ケツァル、ケツァル、オッケー、金銭ケツァル、あれも？ハポン、ハポン。Okay. I come back. Thank you. ありがとう。Gracias. Gracias. Bye bye.古着の街シェラ。ここは来るわ、ワイヤーマジで。ここも古着屋だし。さあ着きました。本日2回目のメガちゃん。まるで高円寺。高円寺みたいだけど、高円寺の値段は100分の1ぐらいです。200分の1ぐらいかもしれない、高円寺のガチで。ピンケスミグチョミエラトピニアスピンセラティラーズパレハスミラパオロゴ、ちょっと見せて。あ、いいね、ズヨーク、いいね、いいね、いいね、ナイスナイスナイス。チドチドチドメッシー、古着屋で盛り上がるっていいね。やばい。シチェンチョン。M か。集中力が切れたんで、今日もこの辺で第2ラウンド終了。ちょっとね、サブウェイタイズがなかったんで、また明日リベンジかな。この街で2泊しようかな。これ古着好きにはたまんない街ですよ、マジで。グアテマラの第二の都市シェラに来てます。シェラで20年ホステルをやってらっしゃるタカさんにグアテマラ飯の美味しいところに連れてきていただきました。こんな感じで後で帰ってきますけど、美味しいらしいです。入ってみましょう。